はい、ティンクでございます。それでは前回続きからやっていきたいと思います。つってね、今ねクエストのやつを、ね、出すの忘れて前回ですけれども、クエストダウンロードコンテンツのクエストやってる途中でしたね。もうかなり進んでおりまして、おそらく今回でダウンロードコンテンツのクエストすべて終わる、つまりクエストは全部クリアできるんじゃないかなと思っております。次こちら海の墓場、これからやっていきたいと思います。破天荒島周辺の海上すべてを食らい尽くす凶暴な海の魔物がついに姿を現した。今すぐやつを飛ばし平和の海を取り戻してくれ。邪神の瞳が3つをもらえるということで、今の俺にはあまり関係ないんですけれどもですね、防具帝国から東にある破天荒島ということで、防具帝国の東から、行きたいと思います。てか周辺の海上って書いてあるんで船で行かんと、ダメですね。行きましょう。じゃあ、白の宮殿から出ます。シャオラー行ってやろうじゃねえか。まあ軽くね、軽くボコボコにしてやりますよ。大丈夫、今なんか音一瞬途切れたけど大丈夫かな。なんか一瞬ちょっとだけ途切れた。防具帝国から東にある破天荒島、はあ、どうしよう。こっからも船で行くか。こっから船で行くかな。近いしな、ちょうど近いし、もうこっから船で行こう。近くはねえけど、まあもうなんか似たようなもんだしいいだろう。行くぜ、こっから船乗るぞ。 OK、 しゃあ、できたらちょっと敵には当たりたくないね。うん、結構強そうな気がするからね。まあのんびり船旅でもしながら行きましょうか。でも二の国は多分あとね、これクエストこのパートで終わりで、あとパンドラリーグ2つパートぐらいやって終わりかなとは思ってます。一応俺の頭の中ではそうかなという感じでやってます。違ってたらごめんなさい。でも多分もう数パート中に終わりを迎えるんじゃないかなと思いますね。もうかなり長いシリーズになってきましたね。番外編が思った以上にね濃厚になっております思った以上に濃厚になっておりますけどね。はい、まあ、のんびりやっていきましょう。そういえばね、ちょっとまあ雑談しますよ。ゴールの時は雑談でいいと思うんですが、最近自分の昔の動画をね、見返す機会がですね少しありまして、自分の最初の頃に上げてた動画かな、例えば俺の人気のアップロードのところに入ってるようなあのモンスターファームの時とやつとか、アウナーをちょっとね見返す機会がありまして、ちょっと見返してました。なんかね、初々しいね、やっぱり、うん、なんか実況がすごくたどたどしいっていうか、なんだろう、あの時から結構まあ喋るのはそれなりにできてる気がするんだけど、この声の張りが違う声の張りが違うのは理由あって、当然まあ一人暮らししたことによってかなりボリュームは出せるようになったのはあります。そんなこと言ったらね、いや実家暮らしの方がお前でかい声出せるやんつってね、一人暮らしずっとアパート暮らしになっていろいろ大変じゃんっていう、そこもあるとは思うんですけども、まあ確かにそれは事実です。それは事実なんですけど、今のね俺の環境的にはね、俺が実況撮ってる部屋っていうのは外とすごい隣接してるんですけど、実はね隣の部屋とはね結構ね離れてるんですよ。実は部屋とは離れてて、外にいる人にはもしかしたらちょっと聞こえてるかもしれないですけども、他の部屋の人にはねおそらく全然聞こえてない、状態です。でさらに言うと、前はね実家暮らしの時はね本当にね、まあそこまで親がこう聞いてんのかよっていうところあったんですけど、すごいね親にね聞かれてまして、実況全部聞かれてたわけじゃないんですけどね、かなり聞かれてた、ところがあってですね、非常にまあこっぱずかしいような、気持ちで過ごしておりましたなので、まあ、こうやって一人暮らししたことによってのんびりと実況できてるという状況なんで声が大きくなってます。ちょっと待って、ここじゃねえんだ破天荒島って。おい、ちょっと待てよ、ちょっとね調べさせてください。破天荒島ここですね、やっぱ合ってんな。破天荒島の周辺の海上にいるって書いてあるんだけど、いなくね、ここだぜ破天荒島って。絶対パッと見でさ分かるぐらい変なやつなんだよおそらくね。破天荒島周辺の海上に、おい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 、待て待て、ザコは興味ないんだよ、ザコはさ。嘘、ここだぜ破天荒島って。あ、いた、これだ、こいつだ。ちょっと待って、邪魔だって。嘘だろうが、嘘だろうが、嘘だろうが、嘘だろう。はい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 、はい、来た、完璧。見た、この余計こいつね物理耐性ありますんで魔法でゴリ押ししていきたいけど、まあいいかな、これでサイトでいいですか。安定のサイトでいいですかねもうさ、安定だよな、物理耐性とか関係ねえよな。持ってようが持ってまいが、もうとりあえず最初サイト出すときは勝っちゃうんだよ。痛い痛い痛い。おお、ちょっとなかなかいいや。あ、ちょっとはできるみたいな、ちょっとはな。あ、回復するタイプなんや。ああ、それ結構めんどくさいね。
あ、でも91か。所詮そんなもんか。全然大したことねえわ。91ぐらいな余裕。さあ、力で押していきましょうか。あー、しまった。あー、違う。耐えたりしたかった。まあ、いいか。しょうがねえ。野生の滝に入っちゃった。はい、これでまあ削る。全然食らわねえんだよね。やっぱ体当たりの方が体、1対1の対してはかなり強いですね。体当たり行こう。ぶちかましやって。おーおー、なんか、7しか食らってないけど大丈夫。その程度でぶちかましてることになる。さあ、ご利用しますよ。で、僕はジェムに変えましょう。ちょっとジェムはまあしばらくちょっと食らう係になりますね。まあちょっと、斎藤よりはね、劣ってしまうんで、どうしても。それ斎藤が回復するまでのつなぎみたいなもんですね。ルッチよりも防御力高いですから、まあ縦役という感じでいきましょうかね。意外とこのね、敵の攻撃キャンセルがジェムは出やすい気がする。俺が使ってて。手数が多いからかもしれんけど。なんとなくの直感ではそういう気がするんだよね。さあ、体当たりどうしようか。おい、全然余裕。あ、でも斎藤やっぱ水タイプの技は弱点だから結構食らうね。割と食らう傾向に。あ、また回復してきた。油断ならんよな。ちょいちょい回復していくんだよね。でもまあなんかもう死にかけてやるだよ。死にかけてやるから遅か、このまま。ゴリ押し、ゴリ押し。いけ、ほら。押せ。よし。いける。で、体当たり行こう。これで終わっただろう。はい、OK。よし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 。まあまあまあ、余裕ですね。すんなり。スッと倒してる。スッとね。OK。よし。よっしゃー。リースト50。討伐完了で、ここで降りて船降ります。で、次行きましょうか。次がね、すげえこれがね、若干めんどくせえんだよ。実はめんどくさい。あの、これミラント、白の宮殿評議会の前向かったということで、遠いよね。これ遠いでしょ。これちょっとな、しんどいよなと思ってんだよね、正直ね。白の宮殿結構進めってことだろ。またあれだよ、階段のさ、えらいことだってとこ行かなあかんねんで。ということで、ね、若干めんどくせえなと思ってたんですけど、まあしょうがない。そういうクエストですか、行きましょうか。シルト宮殿戻ります。もうほんとドストレートにね、奥地まで行きたいと思いますんで。よっしゃ。まあガツガツ進んでいこうか。もうちょっと隠れ身の霧も使っていきます。うん、それも使ってちょっとガツガツ進んでいこうかなと思います。途中で隠れメタル。に当たるすっとこがいたら、ちょっとすっとこは倒していこうかなっていう感じですかね。レベル上がりますんでね、かなり経験値おいしいんで。それ倒すと、もうなんとね、残り敵2体ということで、あっという間ですよ。今回にいけるんじゃねえかなって気がするんだけどね。さあ、回復しましょう。よし、まあ、次のソフトはね、まあ、ちょっとどっちにするかすごい悩んでる。今2つで悩んでますんで、あれなんですけれども、最高。どこだ、どこが正だ、これどこが正だっけ、どっち進むのが正だっけ。左かな。でも右臭いよな。右からかな。右からちょっと行ってみましょうかね。こっちから行こう。よし、そうだ、間違えた。隠れ身の霧、よし、使って右から行こう。さあ、徐々に上がっていくよ。ガンガン進んでいくよ、ガンガン。さあ、避けてく、避けてく。危ねえ、やめて。やめて、怖いよ。さあ、こっちから。いいね、いいね。よしよし。隠れ身の霧さえ使えばもうね、雑魚敵みたい。大したことない。全然余裕だから。怖くないからね。余裕余裕。さあ、来い。よし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 。順調。実に順調。で、ここでゴーレムが動く確率があるからね、怖いんだよね。これが意外と強いからね。ああ、まあ、斎藤手に入る前に強かったなっていう印象なんで、斎藤手に入ってる今では、弱い方は弱い方ですけどね。よし。で、こっから、OKOKOK。いいね、いいね。よし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 。いい感じ、いい感じ。ストレートに行こうぜ。寄り道しないで行こう。結構大変な道のりだからね。まあ、これ、攻めても嬉しいところは、隠れ身の霧のこの術ね、意外と長く持つんですよね。ね、意外と長いこと透明で入れるっていうことは非常にありがたいですね。最高。こうですね。ここはもう絶対この高速移動からちょっとたまに遅くなるんだよね。で、また高速移動からの、で、またちょっと遅くなるんだよ、途中で。こう途中でまたゆっくりになって、で、また高速移動して、みたいな。ね、ちょっとゆっくりなんだよね。これが面白い。いや、でもよくできてたゲームだったけどな、終わってしまうとなるとやっぱ寂しいもんだよね。よし、とりあえず。ちょっと隠れ身の霧でね、MP 使いますんで、ちょっとこれで回復しつついきましょうかね。つってやっぱ9っちゃ9なんだけどな、たった9。たった9、されど9みたいな感じもしますけどね。9に泣くか、9で笑うか。それは、まあ、ミランと戦わねえけどな、別にな。
ミランタと別に戦わねえけど、よし奥地まで行こう。でもそんなとこ大丈夫なんかな。これ一応さ、レイナスさ倒してない体のあの時期なわけだよ。レイナスを倒してない体なんだけど大丈夫なんかね、これ奥まで行って戦うとかねえよな。戦ってからしか喋れませんみたいなことないよね、ミラントと。左か、よし左行こう。こっちから行こうかな。すっとこ出てこねえかな。すっとこ出てきたらすげえ倒してんだけどな。経験値手に入るしね、美味しいんだけど。ちょっとやめて、やみちくり、やみちくり。今はもうこのフクロウには全く興味ねえから。よし、隠れ抜き使おう。よし、いつもやったら点滅したぐらいから使うんやけど、今回使うの忘れた完全に。よし、こっちかな。すっとこは出てこないね、いないなぁ。いたら結構テンション上がる。いや、あいつのおかげで本当レベルはねすごい上がりましたからね。もうまあレベル上げしなくてもいいだろうっていうぐらい強いんですけどね、正直なこと言うと。かなり強いんですけど、まあいいでしょう。このね、廊下のね、あの鏡で映ってるじゃないですか、そこすごいねシャレオツだなと思って見てます。すごいいいですよね、よくできてるというか。でこれで上まで行くのか、よし。あーでもあれか、あの死者のあの城に比べたらマシかな、まだレイナスのここはな。長いけど距離、確かにさ、あの死者の湖抜けた先のさ、7時以上空いた。すっとこ戦います、すっとこいたんで戦います。こいつはね経験値美味しいからね、戦うよ。よっしゃ、こいつ経験値すごいですか。まあ見ててください。俺がね前の結構前のパートで喋ってた意味は分かると思うんで、とりあえずこれでぶっ飛ばします。これね、どんだけ MP 使っても絶対レベル上がるんで、全然痛くも痒くもないです。シャイニングで落とせんじゃん、多分全員。落ちるかな、落ちたね。 OK、 これすごいですよ経験値。まあ見てください、ほらすごいでしょよしよしよし、今は必要ない記憶のヒゲ。これで全員 MP 回復したから全然余裕だわ。大振りパンチ、何強そう、何これ。ほー、これさ多分体当たりも強いんじゃね。ちょっとこれ覚えさせようぜ、大振りパンチ、いいね。よしよし、これで MP 回復するんで、あの全然大丈夫、フルパワーでぶっ殺してもね何も問題ないんですよ。ちょっと大振りパンチ覚えさせようぜ、これちょっと強そうだね。コマンド変更でさ、これできるやん。よし、体当たり外すか、大振りパンチしてみるか。よっしゃ、これでいこう。で、隠れ身の切り使います。いいでしょ、すっとこ。すっとこすげえいいんですよね。これは儲けたぜ。よしよしよし。もうこういうちっちゃいことで。だからレベル上げたかったら、もうここでね、ひたすらすっとこ出るまで戦ってたらいいと思うんですよね。結構ね、出ますよ。俺、ここで戦ってましたけど、結構な頻度で出てくるんで、大丈夫だと思います。レベル上げいいんじゃないかなと。まあそういうね、はぐれメタル的なに頼るのが嫌だっていう人は、まあちょっと地道に上げる感じになるかもしれないですけど。まあここまでクリアしてたらもう関係ないですよね、正直ね。さあ、あとどれぐらい進むんだっけ。白の宮殿の長さ忘れちゃったよ。もう結構前だもんな、ここクリアしたの。結構経ってるよね、最後クリアしてから。あ、いた、ミラントの今光があるわ。よし、行こう。ミラントちゃーん。ミラントちゃーん。僕は君に会いたいでーす。よし来たぞ。もう最後エスケープで抜けんだけどな、ここはな。大丈夫だろうな。ミラントだけいるね。よし。おっそっす。おっそっす。スピリトーク。もういい加減スピリトーク使わんでも話せるようになってもいいんじゃねって気がするんだけど、ダメ。よし。おう。やっぱりな。それぐらいやねな。うん。しゃ。しゃ。嘘。シャザールって魔導王本人じゃなかったの？え？え？ふわふわ？嘘。あ、ミラントはいなくなった後の話か。はぁ、びっくりした。びっくりした、びっくりした、びっくりした。おう。なるほどね。はぁ。もや小さった。なるほどなるほど。もやんちに残るべきだった。うん。はい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 。え？指南書って。なあ。え、もう一つしかないやん。俺の大好きな、みんなの大好きなこれだろ？
マジックマスターだろ。あ、これはミラントが書いた本だったの。ミラントだろ。すげえ情報量だぜこれ。おう、うん、どういうことや。禁断の魔法。はあ、なるほどね。はい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 、聖杯を使っちゃったと。その本を読んで聖杯の効果だけ見て使っ、効果っていうか、まあその一言メモみたいなだけ見て使ったわけか。ミラントお前だったのかつお前だったのかって言わんけど、おう、おう、地図絞られた合成レシピ。おいおいおい、このタイミングでレシピもらったみたいなとこあるよ。真実の鏡1万ゴールド。お前死人やのにお金持ってんだな死人やのにお金持ってんだな。そのことに関して突っ込むけどな、死んでんのにお金持ってんだ、やるな。真実の鏡ってこれ合成素材だろ、どうせ多分大切なもの、もしかして大切なものだ。おう、素材だな、やっぱりな。合成鍋多分レシピだろ、新しいレシピにそれを使うもんがあるんだろう。どうよ、ニューって書いてあるのはどれだどれだどれだ、これだ、こっからだ。妖精のハープ全然足りてへん。妖精の花飾りってあるけどな、これでもあれやろ、リアルフェイク。おお、謎大き銃、リアルフェイクパーツ、これ持ってるやん俺。真理の巻物5個とかもう冗談だろアホかえ、何これ。あ、イニシエの胎児の枝から作られた神秘の杖、胎児は3色に輝く花を咲かせるという古びた杖と真実の鏡。古びた杖ってあれだぜ、古びた杖、古びた杖で、ちょ、これ、あの、これだぜ、これ、これだぜ、一番最初の杖だね。嘘、もしかして一番最初の杖が最強の杖になるみたいなやつ、マジで。え、そんな熱い展開、え、それ激アツやん。はい、嘘、え、めっちゃ熱くねこれ。え、最初に手に入れた武器がさ、一番最後で最強の武器になるの。あれ、おまかせ装備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 、あれ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 、いや確かにさ、バルゼノンの特攻の下がり具合から天空獣の杖にした時と攻撃力の上がり具合っていうのを考えると、総合的には天空獣の方が強いわ。総合的にはな、総合的にはこっちの方がマイナスの幅とプラスの幅で考えたらプラスの幅の方がでかくなるから天空獣の方が強い、確かに。でもさ、オリバーさ通常攻撃しねえんだよね。うん、魔法攻撃しかしないんだよ。だからさ、技が高くねえと意味ねえわけだろこれ。ええそんなに強くねえ気がすんだけど。嘘だ。いや、こいつは天空寺の杖の方が強いよ、絶対。なあ。マジかよ。おい、絶対的に強いのじゃないんかよ。いや、これ微妙だわ。お、こうだわ、これ。俺、こうだわ。うん。ごめん、ミラント。なんか、違う。俺が求めてたものと違う、それ。もうさあ、ちょ、勘弁してくれよ。マジかよ、ミラントちゃん。辛いわ。辛いし、これ行こうか。この二つもね、両方ともゴロネル王国からすぐですね、ゴロネル王国行きます。そこはさあ、最強でよかったんじゃね、ぶっちぎり。マジか、そんな中途半端な強さの渡す、今さら。おい、マジかよ。じゃあ、オリバーさ、攻撃いらんやんけ。マジか。くそったれ。よし、行こう。ゴロネル王国から北西だそうです。北西の頂きの丘。あっこ臭いよね。あいた、あれだ。
あそこだな。ちょっと待って、もう黒ちゃん使うか。黒ちゃん使おう。ペーンっつって黒使っていきまーす。よし、やっぱり今回で全クエスト終わりますね。いよいよ最後のクエスト終わるということで、非常に感慨深いものありますけれども。よし、ここだね。この辺にいる臭いな。どうだ、ここ降りてみようか。どこ、近い、あ、近いね。いたいたいた、こいつだ。なんか変な格好してるやついるで。お前か。おっす、イノシカ。イノシカは弱点も耐性もなし、両方もないそうです。おいおい、見たことない感じの、なんかすげえやつ出てきたぞ。なんだこいつ。でもなんか一回は見たことありそうだ。オールパンチいきます。使います。37やけどすげえ使うけどね。おお、強いのか弱いのか体当たりと比較しててよくわかんねえな。どうだ、来る。あ、オールパンチでも結構罰ね。2回分ぐらい戦うはいけんな。あ、オールパンチ手出てきた。スン、ついに見ました。4桁来ましたよ。夢の4桁、夢の4桁ダメージ入りましたね、ついに。いやー、来たねー。オールラン、なんかでかい手出てくるから、ほら。4桁ダメージ来たね。ちょっと感慨深いよね、こう、初めてのこの領域入ってくると。で、4桁まで行くんだな。3桁でこう、頭打ちとかじゃねえんだね。ぶちかぶちする前に俺も打つ。痛い。よし、ここで変えよう。ジェムチェンジ。ただね、かなり NP 使うようになったね、このおかげでね。それはあるけど、オーラバリア。遅くね、遅くね、遅いっすよ、先輩。もういらないんだけど。これも全然いらねえんだけど。あ、押すぞ、押すぞ。さあ、これで、斎藤が復活した瞬間、大振りパンチ連発で勝ちだな。余裕だ。はい、はい、行きます、斎藤。斎藤チェンジの、大振りパンチ。大振りパンチファイヤー。オーラ強い、1048。強い、強い、強い。通常攻撃が全然当たってないけど、斎藤。あの、通常攻撃さ、こいつさ、100しか食らってないの、さっきからね。いつもさ、斎藤って200ぐらい食らうやん。それから考えて、やっぱ大振りパンチの威力がかなり高いってことだね。そう、いつもよりも防御力が高い相手に対して4桁ダメージ叩き出してるから、これめちゃめちゃ強いってことだわ。あ、そう考えたら強いね。よしよしよし、レベル上がった。おい、ごっつぁんでーす。ごっつぁんでーす。ごっつぁんでーす。よし、これで回復いかんでもいけるな。このままいけるわ、次のとこまで。よし、行くぞ。次はね、ゴロネ牢獄が北にある古島、古大鳥島に、カークスいます。はい、あっちだね、ここだね。こいつカークスは一回ね、あのどっかのとこで出たこと、出てきたことあるはず。なんかいるって言ってた気がする。うん、なんかいるって言ってたやつですんで、そいつ倒しに行きます。確かここのどっかにいたよね。確かね、ここだったと思う。違ったらごめんなさい。向こうだっけ、どこだっけ。あ、いたね、いたね。よし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 、さあ倒すぞ。さあ最後のクエストいきますよ。やってやろうじゃねえか。でけえ鳥だな、この野郎。かかってこい。ぶっ飛ばしてやるぜ。カークスと戦いますか。イエス、こいつも弱点なし、耐性もなし。耐性なしっていうのはダメなんだよ、もう。お前そこで俺に負けてんだよ、絶対。こいつ見たことないね、このキャラは。完全に見たことないよな、キャラとして。よし、強い強い強い。あ、余裕だ。忘却って何、何それ、何の効果がある、何の効果ある。なんだ、技封じみたいな、封印だ。あ、やられた。これも戦いができなくなった。これ強い。おい、盗まれたのどういうことだ。お前見せてくれてるのか、見せてくれてるのか。こうなるってる、こうなってる。封印とかしかも結構お前味なことしてくれるよな。でも結局あれだね、あのエリクサーとかすげえ大事にして使わないパターンに陥ったよね。精霊王の飛躍とかさ使わなくなったよね。大振りパンチいきまーす。アタック、よし。でここでチェンジ、ジェムにチェンジ。大丈夫、ジェムの期間に忘却は全然いいよ。オッケーオッケーオッケー。これ封印されても効かない、効かないやって。ジェム君強いね、やるね。効かないとか、そんなそんな君は一撃を使えるのか。やるじゃないか。さあ斎藤君溜まっていくよ、徐々に徐々に斎藤さん溜まっていきますけれども。さあ溜まっていきましたよ。スリ、ちょっともうお前ムカつく。ちょっと地味にイラッとするよね、そのなんていうの、大なずち的な感じな。その絶対取り返せんやつやろ、これな。大なずちと一緒で盗まれたら諦めなさいってやつやろ。お前ふざけんなよマジで。忘却やめろって、やめろって、やめろって。大振りパンチ使わせてって。あー、俺の大振りパンチやられた。でももう勝ちだな、これは。お疲れ。大したことなかったな。ダウンロードコンテンツの敵弱かったな。そこまでが強すぎたわ。うん、ダウンロードコンテンツちょっと余裕だわ。雑魚だった。まあ、くたばれと。ルッチたこれ頭打ちっぽいな、能力値な。全然上がんねえし。ルッチ頭打ちなんだな。やっぱ各キャラクターごとにマックス能力みたいなの決まってるっぽいね。アースクロー。強そうだけど覚えささんでいいよね、こいつはね。お前やっぱもう全部回復でいいんだよ。さあ
何の考えもなくね、何の考えもなく最後のですねクエストが終わりました。報告しましょう。いやー、報告しておしまいですよ。行きましょうか。これでクエスト完全攻略。報告したらなんか出るかな、トロフィーかなんか。ダウンロードコンテンツやったら出ないか、出ないかな。結構トロフィー集めてる気がするんだけど、まだプラチナ見たことないんだよね、正直ね。金は結構見たけどね。まあ、あんまり俺はトロフィー集める主義じゃないんで、結構今までのゲームもね、トロフィー集まってないんです。だからむしろ実況でこうやってやってるゲームの方がトロフィーの集まりはいいっていうね、傾向にあるんですけども。さあ入りましょう。ガチャコーンと。ガチャコーンといきまして。さあ、よし、報告しましょう。私一つ目。よし。第一の涙。で、カークス。カークスの方が上にあるけどな。よし。で、海の墓場。これで全部 OK! よーし!さあ、すべてのクエスト終わりました。終わったやろ?終わっただろ?ないだろ?ない。さあ、やっぱダウンロードコンテンツなんで何も出ませんでしたけれども、これで、クエスト、すべて、クリアいたしました。一からこう、だーって見ていくと、全部綺麗に順番にね、数字書いてあると思います。はい、ストーリー。で、ストーリー以外も、順番に書いてあるんです。あ、ここはちょっと途中で飛ぶとこありますけどね。モンスター討伐系のやつ飛びますけども、クリアすることができました。いやー、長かった。長かったですけど、見ていただいてありがとうございます。とりあえずまあ、一段落かなと、いう感じでございますね。さあ、一段落してね、この冒険は終わるのかと見せかけてですよ。終わらないんだな、これが。終わらない。さあ、お待たせしました。まあ、次回からにしますけれども、行きましょうか。ここにパンドラリーグですよ。パンドラリーグですね。かなり大変だと、いうことでございます。実はね、最後のとこまで行ってもレベル99でもきついって書いてあるんですよ、一番最後だから。多分途中でね、ああ無理ってなるんだと思います。なるんだと思いますけれども、実はね、パンドラリーグ制覇することで、マジックマスターがね、埋まるらしいですよ、実は。実はマジックマスターがまだ埋まってない。で、実はね、埋まってないらしいんだ、ここ、これ。これさ、ここ。埋まってないらしいんだよ。で、一番最後まで行くと、マジックマスターどうやら埋まる臭い。うん。まあ、埋まる臭いです。ランクがですね、俺がこの間ミスったのは、E ランクからです。はい。E ランクからスタートで、D、C、B、A、S ランクで終了という形になってます。で、SS ランク、じゃあ S ランクがとりあえず、今も言いましたけど、レベル99でも普通に戦ってる状態で行くときつい。結構頭使って、行かないとかなり気しんどいということですんで、どうしようかなって感じですね。 S ランクこのまま挑めるのかどうかって結構微妙な感じです。正直なこと言うとサイトを使ってもきついんじゃないかなと思う、この書き方からいくと。 MP がとりあえず足りなくなるって書いてあるんですよね。うん、その辺はちょっとどうなのかなって感じです。そこも含めてちょっとチャレンジしたい。ちょっと一応自分の中で最初思ってたのは、もう死んだら終わり、うん、もう失敗したらその場で終了しようかなと思ってます。今のところ。ただ、S ランクあとちょっとじゃん、ティークさんっていう状況まで来たら行こう。そういう感じで行きたいと思います。で、今回キリーンでここでぴったりと終わらせていただこうと思います。次回からパンドラリーグ、挑戦していきたいと思います。多分最初の方のランクはもうね、斎藤ゲーだと思います。最後の方の後半の試合だけはちょっと頭使って、斎藤の MP 温存しつつやっていくみたいな形になるのかなという気がしますね。俺多分さ、オリバー回復専念させたらさ、いけんじゃねえかなって気がするんだよね。楽々。その気もしてますけれども、どうなのかという感じですね。はい。じゃあまあ今回ここで、終わりたいのは少し早いですけどね、ここで切らせていただこうと思います。見ていただいてありがとうございました。まあということは次のパートを見てください。それでは、お疲れ様です。